こんにちは、森です。カメラマンの山ちゃんですはいちゃんめっちゃニコニコしてるね今日はGPS ゴルフナビ腕時計の中で特に気に入っているファーウェイジャパンさんのファーウェイウォッチ GT5 Pro の紹介です。なんか10月に発売されたみたいで、でゴルフ機能もなんかかなりアップデートされたみたいで、しかもかっこよくないですか？やばい、かっこいいいいですね。それボディがチタンとサファイアガラスを使ってます。ほう、めっちゃ綺麗。サファイアガラス知ってますか？わかんないですよね。あのね、高級腕時計とかに使われてるんですよ。そうなん。なんかすごいピカピカしてない？そう、めっちゃピカピカしてる。でしょ？伝わんないね。そう、傷がつきにくいの。本当ですか？いや、本当本当です。どのくらい傷がつきにくいかって、ダイヤモンドって硬いじゃないですか。ダイヤモンドの1個下のグレード。だから多分10で打っても割れないですよ。ちょっと爪で引っかいてみる。もっと引っかいてみる。いや、引っかいてみる。爪折れちゃうよ、私の爪が。マジで？ダイヤモンドじゃないの、爪。いや、どうですか？全然傷つかん。なんか全然引っかかりもない。でしょ？そう、だからもうちょっと硬いのない？リップ割るよ。それは結構硬そうだね。割と硬いと思う。ちょっと やってみ、ガリガリ。どう？え、全然。本当に？傷ついてないの？全然。めっちゃ綺麗。私の指紋がついたぐらい。やばくないですか？これすごい。サファイアガラス。すごい。でしょ？サファイアのすごさ。だから銃撃たれても大丈夫だ。守ってる。ギッ。バーン。練習。行くよ。バーン。もう足今ねだって嫌なやつじゃん。そう、まあ、それよりもめちゃめちゃ綺麗じゃないですか、そのサファイアグラスって。めっちゃ綺麗、まあ、ラグジュアリーな感じのイメージがあって、うん、で実際このファーウェイさん自体もファッショナブルなエッジデザインで、まあ、本当スポーツシーンとかビジネスとか、まあ、どっちでも使えますよみたいな感じで、うん、で今回 GT5 Pro、はいって形で、はい、まあ、いわゆるレベルアップしてるんですよ。プロにもなってるし、はい、の前に GT4 覚えてます？覚えてますよ。何が良かったですか？まずおしゃれでしょ。見た目がすごい、そう、おしゃれで、で操作がすごい簡単だった。ほう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 。あとはバッテリーが2週間持ちますよっていうのと、やめつけ3点間距離、あれね。そう、便利だったやつ、はいはい、あれ以上が。ただアンドロイド、iOS 対応してるっていうところですかね。どっちのアプリもね。あ、そうです、そうです、そうです。さすがっすね。それはそうじゃないですか。そうなんですよ。でもちろん今回もアンドロイド、iOS どっちも大丈夫です、はい、でかつバッテリーもプロに限っては2週間大丈夫、うん、あのラウンドで換算すると3ラウンドは持ちます。途中で切れることはない。それすごい。そうで今回すごいのはめちゃめちゃアップグレードしたんですよ。9つのプロレベル、まあ、プロでももうおおってなっちゃうな、そういうプロレベルのゴルフ機能が今回備わってるんで、はい、まあ、ちょっとその9つ の機能を中心に紹介できたらいいなと思って、まあ、デザインもいいし、まあ、あのね、ゴルフのそういうナビもねレベルアップしてるしで、まあ、時計もその一択でいいんじゃないかなと思っていや確かに。だ、そんな感じで今回は成田東カントリークラブで、はい、まあ、ウォッチ GT5 Pro のゴルフ機能を、まあ、森さんがね、はい、ラウンドしてから、まあ、前回比較してるから、はい、あのどこが変わったとか伝わりやすいかなと思って っていうところで、あの、まあ、仕様デビューしてラウンドしていきたいなと思ってます。わ、はい、かりました。行ってきます。アウト1番、326ヤードパー4やってまいりました。はい、ってことで最初にもう説明しようかなと思って、何があるのかっていうのをある程度、9個のプロレベルのゴルフ機能ってやつですね、はい、まず1つ目が、はい、あの見てもらうと分かるんだけど 3D レイアウトマップ、はい、ちょっとマップがねちょっと進化したの。前ちょっとこうなんだろう、ペタって感じのやつだったと思うんだけど、はいはいはい、少しこう立体的にちょっと陰影ついてバンカーとか見やすくなったかなみたいな、うん、確かに。そう、変わったのすごいよね。これはすごいですね。そう、ガラッと変えてきました。2つ目は、はい、あれほら使える太陽光コースが国内だったんですけど、はい、今回も国内 99% 以上カバーはもちろんしてるんですけど、
それはもう2300コース、まあ、ほぼっすよね。すごい。99%がほぼっす。確かに。全部じゃないですか。すごい、はい、なんですけど、いや、やっぱり海外気になる人もいるじゃないですか、うんうん、確かに。さすがですよ。イギリス、フランス、シンガポール、タイ。シンガポール、タイ、はい、まあ、結構よく、特にタイとかよく行く方多いんじゃないですか、うんうんうん、など、まあ、10カ国以上の、もう10カ国そう以上だから、海外コースもサポートしてて、まあ随時もアップデート中。この2つ目、もう海外対応もしちゃいましたみたいな。おー、すごい。で、ここから4つまとめて言うんですけど、はい、そのゴルフマップがね、グリーンが前センター表示だったと思うんですけど、はい、見てもらうと分かるんですけど、あのフロントとバック、はいはいはい、奥エッジと、そうですね、センターとグリーン奥、そうなんですよ、あの確かに、はい、3種類出てる。センター以外にもこれいい、はい、もう完璧じゃないですか。完璧。もう確かにちゃんと番手選んで狙うことができる。確かに確かに、こう奥があるのはでも確かに大事。前本当にこうセンター分かるだけでも嬉しいんだけど、簡単じゃん、選択肢もないけど、でもやっぱりよりこうね、戦略的に確かにグリーン越してったりすることなさそうですね。です。うーん、でプラス障害物がちゃんと表示されるようになった、あの池とかバンカーとか、はいはいはい、かつそのバンカーまでだったらバンカーまでの、そのバンカー手前と奥まで何ヤードあるか、乗ってる？あ、これ乗ってる。これめっちゃ助かる。でしょ？そう、前までは3点間でちょっと調べるってことはできたんだけど、はいはい、一瞬でもう分かりますみたいな。確かにこれ何ヤードで入っちゃうかと何ヤードで越せるかっていうのがはっきり分かるのはすごいありがたいですね。そう、これがまあ、どっちかというとちょっと進化したよみたいなのやつです。これいい。で続いて5つ目で、これは新しい機能で、グリーンまでどっちにグリーンがあるか分かるんですよ。そのほう、コンパスがついてるの、グリーンコンパス、はい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 、見て今矢印どっちにあります？こっち、見てください。後ろ、お、すごい、はい、まあね、これ直線だからあれなんだけど、例えばこれ林の中に行っちゃったとかブラインドだったとかって時に、はいはいはい、まあ、やってもらえれば、あ、すごいわ、あっちでセッてやってくれるんで、これ結構助かるんじゃないですか。これ結構正確だよ。しかも本当に変わる、変わる変わる、ほらとか言ってもわかんないね。すごい、そうそうなんですよ。あ、すごいわこれ。でそれ変わるってことは、そんだけ GPS のもう360度見られてんじゃないかぐらいの勢いじゃないですか。それで反応するんですよ、それだけで。すごくないですか、こんなんで反応する、すごい、はい、これはありがたいわ。で、あのグリーンの傾斜個人的にはあの前のも好きだったの、ちゃんとこうアップダウンが分かったから、はい、矢印だけど、もうちょっと細かく見れたら嬉しいなって思ったら、これさすがファーウェイさん、さすがですよ。ヒートマップで、あ、赤とか青とかあるじゃないですか。はいはいはい、出てます出てます。そう、どっちが高いとか、これはあれにしてるんですよね。これ安心、そう、全体が分かるのは狙いに行くときとかすごいいい情報になるかも。はい、まあ、以上、まあ、9つのうちの6点今もうまとめてバンバンって言っちゃったんですけど、ラウンドしながら、はい、残りの3つも紹介できたらなって思います。わかりました、お願いします。一応右にこうバンカーがあって、あのバンカーの奥縁まで230って出てるんです。右に行くと多分入っちゃうと思うんで、あのちょうどまあ正面の旗からちょっと左ぐらいの方向、特設ティーぐらいの方向で行こうかなと思います。ナイスショット。ございます。よいしょ。うん、よしよし。バンカー手前奥めっちゃいいぞこれ。だよね。やっぱ何ヤード打てば超えるんだろう。絶対気になるから。あれってさ、レーザーでもやりづらいじゃん。やりづらい、そう、やりづらいですよ。当てづらいから。そう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 。やばいの作っちゃったよね。これはいい。レーザーで使えそう。そう。いや、ナイスショットですね。ナイスショットしました、うん、で、まあ、あそこに行くまでのあれなんですけど、はい、今回高精細アモレットディスプレイって言って、まあ、さっき多分使って結構タッチしやすくなったなっていう感じすると思うんですよ。はいはい、そうプラスGPS の精度が上がって、まあ、5つの衛星はい、でかつひまわり型アンテナって、まあ、さっき360度じゃないですか、はいはい、いろんなところから測られてるんですね。なるほど。だから見てもらうと分かるんですけど、はい、
多分1ヤードずつ変わんないですか、歩いてって。ほんとだ、すごい変わる、すごいすごいすごいそう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 。もちろんディスプレイも前ほら明るくても暗くても見やすかったよねってやってたじゃん、はい、あれどうですか今日ちょっと曇りですけど。いや全然見やすい、全然全然見やすいよちょっと明るくしてくれてる感じする。あ、そうですそうですそうです、全然これいい、これいい、ほんとこれいい、これいい、これいい全然プロが使ってもいいと思うぐらいすごいと思う。だってそれはそうじゃないですか、名前がね、もうね。そっか、プロだそうだそうだそうだ、プロでした。ちなみにその上級版のアルティメットってのもあるんですよ。何ですか何ですかそれ、かっこいい。最後に簡単にご案内します楽しみ、何アルティメット、かっこいいその名前がやりました。じゃあこれを参考にやっていきたいと思います、うん、はい、センター126、113、すごい、これエッジってことは110って言えば全然バンカー超えるわけだから9番でいこう。8と9迷ったけど、ギリギリ乗ったか乗ってないかみたいな。こうやって前にバンカーあってもこのエッジが分かると自信持って打てるんで、入っちゃうかなって絶対ないじゃないですか。これだったら110って言えばエッジってことはバンカー超えるから、あんまバンカー気にならなくなるし、これは結構大事かもしれない。そう、感動、そう、私これ好きこれ好きこれ好きこの機能がお気に入り。なんかさ、ファーウェイのさ、GPS ナビってさ、はい、もう簡単ってイメージがあるじゃん。あ、確かに確かに、そうそう、うんうんうん、前回のがさ簡単簡単、慣れてない人でも初めて使ってもなんか結構いけるみたいな確かに直感で、そう、それがレベルアップしちゃったから。めっちゃいい、これ大丈夫なのかな、こんな正確すぎて使う人いっぱい出てきちゃう。いや、その1ヤードがずつちゃんと歩いて反映されるっていうのがちょっと衝撃。確かになんか時差でね、5ヤードとか10ヤードがバンバンって変わったりすることあっても、うん、こんなタイムリーに1ヤードずつ変わったりするのは私も初めて見たかもしれない、うん、もーちゃんさ、はい、ちなみにここの距離って出るの？出ます。何ヤード？13ヤードって書いてありました。まあ、ピンポしないじゃないからセンターセンターで、センター13ですね、うん、センターそっち？やってみて。センターじゃない？センターだね。センターじゃない？すごい。マジか。めちゃめちゃ精度高いね。あ、すごい。出るのがびっくりした。なんかもうグリーン付近来たらあとお任せみたいな。あ、確かに確かに、傾斜しか出ないよとかじゃない、すごい、すごすぎて。微妙な30ヤードとか40ヤードとかのアプローチめちゃめちゃ効果発揮しそうだね。確かに確かに、1ヤード刻みで合うってなかなかないですもんね。すごっ。ナイスパーです。おはようございます。これはパターが1回ペナルティなし、命中、まあ、ヘアウェイにあったんで命中で終わり早いですね。早いよ、もう慣れちゃってる、もう慣れちゃってる、そう、あそこの操作感は前回と一緒なんだ。一緒ですね、はい、GT4 となんかシュンシュンできちゃう。多分まあ説明してるか余計あるかもしれないけど、うん、無言だったら多分マジで5秒ぐらいで終わる。後ろの組に目をかけないですよね。はい、森ちゃん一ホール目お疲れ様です。お疲れ様でした、はい、まあ、そんな感じでスコアの入力もすごい簡単で、はい、もうまあ、パッド数とペナルティ数入れてもうパパッと入れるような、簡単に入れられましたね、感じです。であとさっきちょっと体感してもらったんだけど、うん、まあ、とにかくディスプレイがタッチしやすかったり、もう GPS の精度がすごい良かったりっていう、すごかった。それが9つの機能のうちの7個目と8個目なんですね、まあ、残る1つなんですけど。残る1つは
お楽しみに。何残暑は、はい、なんですね、はい、ちなみにこれスマートウォッチじゃないですか、うん、なんか前のその GT4 の時ってなんか心拍数とか測れたじゃないですか。あー測れた。そういったやつの機能はなんかあるんですか。もちろんあります。おもちろんあります。しっかり進化もしてまして、トゥルーセンスシステムっていう。トゥルーセンスシステム、はい、良さそうです。直訳すれば良さそうです。新しいシステム使ったり、うん、検知アルゴリズム使ったりして、まあ、より心拍数とか血中酸素レベルとか、はい、まあ、表面の 温度体温とか、そうそうそう、まあ、より正確に測れるように、うん、そうなってます。で、まあ、その進化のもう一個がその情緒測定、はい、はい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 、ないそうどうしたの。いやなんかあ見た、あそう、あ最初電源つけた時に、あそうそうそう出てきて、なんぞやっていう感じでしょ、うん、そう情緒測定ってめっちゃ気になった。要はそのいろいろなデータから今普通の状態ですよとか不安ですよとかまあ快適ですよとかっていうのがメンタルの、そう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 、で出るから客観的に、うん、あ自分今こうなんだっていうのがそう分かるっていう。わいい今でそれに応じてちょっと今深呼吸した方がいいですとかそういうのも入る。言ってくれ言ってくれ。入る入るんすか。やばそれ。はい、もちろん。めっちゃいいじゃないですか。ゴルフ以外にもほら今ストレス社会っていうぐらいだから、ゴルフ以外にも、あそうそう、ゴルフ以外にも使えるってことですよね。そういうこと、そうそうそう、そうでもちろんそのゴルフ以外のスポーツでも、まあ、スマートウォッチなんでランニングとか、ああはい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 、そうそうそう、そういうのちゃんと記録とかできます。あそれいい、はい、まあ、これ別に9個目じゃないです、9個目ゴルフの時9個の機能で、これもういわゆるそういうのもできますよみたいな。あ、そうなんですね。今のが9個目じゃないですね。でゴルフの、ゴルフの9個目や、まだ言えない。何9個目気になるじゃんね。まだ言えない。すごい気になるんだけど。もしかしたらもう9個言ってるかもしれない。ちょっとめっちゃもやもやする、楽しみに。そうって感じで、このホールはパー4なんですけど、うん、まあ、ゴルフ機能のうちのマップ機能めちゃめちゃ進化したじゃないですか。グリーン の, エッジとかセンターとか測れますとか、障害物とかコンパス、はい、グリーンコンパスとかあるんで、どっちかというと新しく進化した機能をちょっと説明しながら、まあ、バーディー取ろうぜっていう企画です。わ、はい、かりました。お願いします。めっちゃかけてくんな。お願いします。こやつともに頑張るぜ。2番ホール385ヤード、パー4です。障害物は気になるとしたら左のバンカーなんですけど、左のバンカーまで手前189、奥が203ヤード、超えるかな、ギリギリだから、あんまり左には行きたくないから、あそこの旗の方向に行こうかなっていう感じ。ただあとグリーンがどこかだよね、見えないもんね。ちょっとコンパス使ってグリーンの方向を確かめると、ほぼ正面、本当にちょっとだけ右側ぐらいかなにあるようなんで、まあ、ちょうどいいかな。あそこの旗方向でいきましょう。風も一応1メーターぐらいでフォローで出てるんですけど、まあ、1メーターぐらいだったらあまりボールに影響しないので、あそこの旗の方向を狙って打っていきます。うん、オッケー、よいしょ、しょ、ちゃいます。なんかあれだね、実況してるみたいだよ。いや、だって情報がすごいんですもん。すごい情報量が多くてすごい助かります、こっちとしては。この辺で止まっていくかと思ったら蹴られて、傾斜に蹴られて、あんな前まで飛んでってしまいました。すごい、ラッキーラッキー。この旗狙ってたのに。そう、旗とか吹き出しだった。この旗まで何ヤードぐらいだったの。この旗で230。ああでも当たればやっぱ、まあそれがやっぱ転がっていくんでね、はい、たまたまこんなとこまで、センターが150の133の奥165、ピンがセンターからプラス9なので160ってことは
ピンから奥エッジまで5ヤードぐらいしかないってことですね、ここの情報によると。で傾斜的には手前から奥に向かって低くなってってるみたいなんで、転がりやすいことを加味すると160だけどセンターまでの150でちょうどいいかなっていう感じ。150、うん、傾斜もそんなにひどくないんで150いきます。はい、よし。何かな、乗ったかな、ちょっと見てみましょう、いい感じに乗ったけど、うん、ちょっと足らず、足らずですが、この傾斜通り。あ、そうか、傾斜がそれで見れるんだよね。あ、そうなんですよ。歩かなくていいんだ。そう、歩かなくていい、大体の感覚だから、こういうアプローチってなんかこう見た目と実際の傾斜が違うことって結構あるじゃないですか。ありません？こうコースが出す、それこそ矢印とかでもこっちになんか綺麗と書いてあるけどそういう風に見えないんだけどっていうのがないかも。こう全体図がこう分かると、なんかすごいこれめっちゃいいということで、おい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 おお、惜しかった、すげーでもこの傾斜通りだわ、マジ。やっぱフックでちょっと最後ちょうど低くなってるところに今ピン切ってあるんですけど、ちょっと足出たよね。これめっちゃいいわ。一部だけじゃなくて全体がわかる。うん。おお、いいね。ナイスパー。ありがとうございます。じゃあスコア入力。うん、でパッド一個。めっちゃ終わり。はい。はい、じゃあもちゃん2ホールナイスパーでした。まずはもうそんな感じでね、ファーウェイウォッチ GT5 Pro、はい、まあ、使用していただいたんですけど、はい、まあね、もう良さは分かってるんですけど感想お願いします。改めていろいろちょっとあるんでちょっと多くなっちゃうかもしれないけど、まずはグリーンのセンターエッジ奥のこの3つの距離が出るっていうのがすごくいいなと思いました。特にさっき撮ってもらった2ホール目なのかな、ピンが奥に切ってありますとかだとやっぱ突っ込みたいけどそのエッジがどこまでなのかっていうのが分かんないと、やっぱグリーンの奥のバンカー入っちゃったりとかするし、やっぱ奥の距離が分かると、あ、それぐらいしかないのね、さっきだったら5ヤードぐらいしかないのねとかってパッと分かるのが、まあ、グリーン外さない可能性が上がるからすごくいいなっていうのが1個。もう1個がハザードだよね、バンカー、まあ、3点環境でビーって合わせるのはできても、やっぱ画面も限られちゃってるからちゃんとここって合わせられないんですけど、あれはもう手前奥パンパンって1ヤード刻みで絶対出るんで、やっぱ入る距離、あとは絶対超えなきゃいけない距離が出てくるのがすごいいいなと、まあ、超えるのか超えないかはっきりするし、ならこういう風に避けようとかマネジメントにもつながってくるからすごくいいなって思いました。でもう一個がグリーンの傾斜だよね、やっぱね。まあね、最後良かったですね。そう、すごい、イメージ通り絶対のその傾斜が分かるっていうのがすごいこうマネジメント立てる上でもすごい重要にはなってくるんで、まあ、これはかなり上級者向けの人にも、もちろんあのかな100ギリ目指します人にもなんかすごい必要な情報なのかなと思いました。あと最後はグリーンの方向コンパスですね。特にそうですね、アップダウンが多いコースとかもたまにあるじゃないですか、ブラインドホールが多いみたいな。まああと森ちゃんは、まあ、やっぱ上手いから大体のいい感じいくと思うんですけど、僕になっちゃうと林の中行くんですよ。もう冒険家になっちゃうんですね。あのコンパスは行きますね、どこグリーンみたいになっちゃうんで。これでもすごいいいと思います、使えると思う。そう、山ちゃんみたいに曲がっちゃう人とかやっぱいっぱいいると思うから、まあそういう意味では結構これは私たちも使えるけど私たち以上に使える人が多いのかなとはすごい思いました。この4つかな、すごいいいなと思ったのが。あ、はい、はい、ありがとうございます。で、あのゴルフ機能9つ目。そう、楽しみにしてたよね、絶対。ゴルフ機のね、うん、まあ、終わった後に9つ目あるんですよ。はあ、ははあ、
ショットのモーションの軌跡出たじゃないですか前も。はい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 。モーション今回も出るようになってます。今映ってると思います。ピョンピョンってもう打ったら自動的に打ったよってカウントしてくれて、後でこうどっからどこまで打ったっていうふうに見返せるようになってる、はい、振り返りができる。そうスマホのねあのアプリ内で、ああファーウェイヘルスアプリっていうのが、まあ、無料のやつがあるんですけど、うんうんうん、それで見ることができます。でスコアとかもそこで見ることもできて、振り返りできるんですね。ちゃんと保存されてる。であとこのイーグルとかアルバトロスとか取ったやつとかも、うん、こうそのアプリ内でシェアが可能みたいな。アプリ内でですか？そうユーザーさんとつながるみたいな。へえそれいい。そうっていう形の、まあ、こうゴルフのモチベーションが上がるようなサービスがいっぱいてんこ盛りになってる感じです。はいはいはい。であの前回 GT4 で今回 GT5 プロ、うんうん、まあ、プロってついたんですけど、はい、まあ、実はただの GT5 と GT5 プロ、はい、これですね。ウォッチアルティメット出たで、あのアルティメットは1種類のサイズなんですけど、はい、GT5、GT5 プロは、まあ、男性向けなサイズの 46mm と、うん、女性向けサイズの、うんうん、あのまあ、40mm ちょっとぐらいの、はい、があの出てます。はいはいはい。だからそれぞれ選べるようになってて、うん、でちょっと機能もやっぱそのプロはやっぱ今回もうめちゃめちゃ詰め込んでるんだけど、うん、GT5 の方は少しこう使える機能を抑えてるような形になるんで、まあ、細かくはちょっとあのホームページ見ていただいたりとか、はい、あとはあのショップで売ってるんで直接こう見ていただくのもいいかなって、うん、こういう電化製品ってあんまりこうネットショップの価格も変わんないので見た方がいいかなって思うんですよね、うん、実際に見るとこう高級感も感じるし実際あこういう風に映るんだっていうのも感じるんでっていう形で、まあ、今パッパッパッとこういう感じですよっていう表は出てるとは思うんですけど、詳しくはあのホームページとか概要欄にも載せときますんで、うんうん、あとお店とかで確認してもらえるといいかなっていうふうに思います、うん、実際操作してみてもらって使用感確かめてみてください。かっこいいよね、うん、メンズをつけてもかっこよくない？コメント待ってよ。かっこいいねってハリちゃんかっこいいねってそんな感じで今回はファーウェイジャパンさんのファーウェイウォッチ GT5 プロを使って見ました森ちゃんがでした、はいはい、ぜひお試しください、はい、ありがとうございましたありがとうございました。